なかなか覚えられない。何が覚えられないの？群馬の市町村全部覚えてあげようと思ってさ。言い方がなんか腹立つな。そもそも35市町村って多いんだよな。多く感じたことないですけど。ほら、似たような面積の県を見ても、あら、群馬がダントツに多い。栃木ですら多く見えちゃう。それで何が言いたいのさ。群馬の市町村まとめちゃおう。はい、15くらいにまとめちゃおう。いや、別にいいですよ。ってことでまとめてみた。余計なことするなよ。とりあえず前橋と高崎と太田は据え置くでしょ。そこは残すのね。みなかみ片品くっつけて。ああ始まった。沼田川場昭和中野城高山でしょ。どんどん勝手にくっつけていくな。渋川東吾妻残った左側。残ったってなんだよ。新藤吉岡桐生緑。それっぽくまとめるなって。安中富岡神羅藤岡。もういいでしょ。残った南側。だから残ったはやめろ。伊勢崎玉村そして大浦地域でフィニッシュです。もうどうでもいい。ついでに合わせた人口も載せときます。しっかり計算しやがって。バランスいいでしょ。1万人は超えてるけど。でそれぞれの名前なんだけど、めんどくさいからアルファベットで。おい最後雑にするな。